はい、し事です。今はですね、ちょっと医薬品が不足しているって話が出てるんですね。全国の病院とか薬局でですね、薬が不足していて、まあ、病気の治療とか、それから健康を守るためのね、幅広い薬の入手が難しくなっているみたいな話なんですけども、よくよく聞いてみるとですね、特に不足しているのが、まあ、咳止めとか痰を切る薬とかね、それから解熱鎮痛剤とか、まあ、抗生物質の一部なんかが、まあ、入手しにくいということみたいなんですね。これどうしてこんなことが起こってるかっていうと、一つはですね、医薬品の供給っていうのは、 ほとんどの薬が今ジェネリックっていうものに変わっっててんですねジェネリックっていうのは同じ成分なんだけども、ちょっと安くね、あの作れるような、まあ、特許が切れた関係で、安く作れるようになったものを実際にこう安く作って販売する、別の会社が販売するってことをしてくれてるんですよ。まあ、いわゆる後発品って言われるやつですね。後発品の医療メーカーが作るのがジェネリックですけども、そのジェネリックの工場がですね、製造の工程であったりだとかですね、品質の管理がちょっと不正があったりして、 えー、業務命令とかね、受けたのが、まあ、15社ぐらいあったことによって、稼働できてないっていうのが一部あるんですね。それから当然ですね、コロナとかインフルエンザの加減で、まあ、風邪薬。 に絡むものの処方が増えていると。まあ、これこう2、3年ですね、ずっと増えているものですから、それでですね、薬が足りなくなるっていうことが起こっているみたいな話ですね。まあ、当然薬が足りなくなるっていうとですね、まあ、かなりの恐怖を覚えると思うんですけれども、本当にですね、ニュースっていうのはこう、交換神経を逆なでするというかですね、まあ、恐怖を煽るようなこうニュースが多いものなんで、そういったものばっかり触れてるとですね、なんとなく心配になっちゃうというかですね、まあ、心がこうザワザワしてくるわけです。ただですね、現実的に考えてほしいんですけれども、この風邪薬の供給がですね、少ないということは本当の意味では問題なのかってことを 風邪薬というのはは基本的にすすでまず大前提としてですね、ま、風邪をひいた時はどうするんですかって言ったら、ま、外出を避けてですね、ま、しっかりと家で寝る、ま、しっかり治すってことが優先なわけですね。じゃあ、咳止めがないっていう話になるんですけども、ま、そもそもですね、咳をどうして止める必要があるのかってよく考えてほしいんですね。咳するとね、ま、苦しいので、止めたいと思うのも、ま、一部あるかもしれないんですけれども、ま、どちらかというとですね、ま、学校とか会社行った時にこう咳をしてるとね、目立つからとか、 迷惑かかけちゃうからみたい全理ので,で,、ね、で,ですね、人のこの周りで咳をするのを何とか止めたいなって思ってるわけなんですけども、原則としてですね、まず体は何のために咳を出してるのかって話をですね、考える必要があるよってことですね。それは、まあ基本的に体はですね、何かを外に出したいと思ってるわけです。まあであったりですね、それからまあ付随するまあ細菌とかウイルス、そういったものをですね、なるべく早く体の外に出してしまいたいっていう、まあ体の防御反応の一つだけですね。だから、何とか出して早く治したいっていう体の反応をです、ね そそそれれれをを止めててててししまままうっっことととすすするるの、まあの風邪はです、ね、早く治治りかかも遅考えてほしいわけです、まあ、当然ですね、まあ、すぐ考えればわかることですよね。もしその痰がですね、まあ、黄色っぽかったり、それからまあ色のついているの痰であればですね、その中にはまあ白血球の死骸であったりだとかですね、細菌がまあたくさんいるわけです。だからなんとなくね、早く出さなきゃいけないっていうものっていうのを認識できるんじゃないかなと思うんですけれども、体はですね、正直だし正しいので、いつも正しいので、その効かない痰をですね、 なんとか出そうとしているんですけども、僕たちがですね、わざとその痰が出にくくするような、まあ、いわゆる咳止めをですね、使ってしまったらどうなるかって話なんですね。同じ理由で鼻水を止めるためにですね、よくうアレルギー薬っていうのが出されますけれども、まあ風邪の時の鼻水っていうのは同じくですね、意味があって出てるわけです。どちらかというと止めるのではなくてですね、まあ積極的にたくさん鼻噛んでですね、体の外にこう誘導してやるべきものだけなんですけども、鼻を噛むっていうのもですね、結局今人前に出るからですね、あの困るだけで、人前に出ることがなければですね、ただ鼻を噛んでおけばいいわけ なんですよねだから結局ですねその鼻の働きをですねまあ、止めないようにしてあげることがですね早く治す上では非常に重要なわけです、まあ、同じく解熱剤もですね今まさにこう熱を上げて免疫力を高めようとしているタイミングで,ですね熱を下げてしまってはせっかく体がですね、まあ、免疫の反応を高めようとしているところですね、まあ、無にしてしまうとだから基本ですねまあ、風邪が生じた時というのはですねまずはですね 自分の免疫が、一時防御能力がですね、突破されて体の中に、まあ、入ってしまったということを意味しますので、まあ、次の戦いにですね、全力投球しなきゃいけないんですね。体の中で,ですね、まあ、免疫がこう、ウイルスとか最近こう、戦争を仕掛けてですね、戦ってくれてるわけなんですけど、それを素早く勝利する必要があるわけです。だから、僕たちはその免疫のね、サポートをどうするかってことをまず第一に考えるべきであって、それはですね、基本的には体の反応を止めないことっていうのが優先なんですね。しかもこう、風邪をひいたなって自覚しててからですね、まず48時間以内にですね、なんとかこう、まあ、最初の勝負を決めてしまわなきゃいけない。 まあ体の反応をですね、素直に信じてですね、任せることが重要になってきます。もちろん3日も4日も経ってですね、改善の余地がないとか、症状がどんどん悪くなってきた時はですね、まあ体を疲労させないため、消耗させないためにですね、解熱剤や咳止めとか、まあまた抗生物質もね、役に立つんですね。ただですね、ほとんどの人が発症して3日も経てばですね、まあちゃんと寝てれば症状って大体収まるわけです。だから、こういった薬がですね、足りないよ足りないよと言われてる人がですね、まあ薬が必要なのではほんの一部の人だっていうふうに考えてほしいんですね。だからそういった必要な人にですね、ちゃんと薬が行き渡る ためには必要がない人はですね初期の段階で、薬を飲んんでででで治そうとししなないで欲しいんですねなので薬が不足しているよっていう現実的な問題に対しては、まずですね、え若い人とかですね、体力ちゃんとある人は、安易にクリニック行くのではなくて、風邪の引き始めはですね、自力でやっぱり治すことが必要になってきます。あくまで、まあ、それらを頼りにするのはですね、しばらく経って治りが悪かった時だけですね、うまく治せなかった時だけですね、高齢者とか基礎疾患のある人はですね、その限りではないので、まあ、初期の段階でね、一応見てもらう必要があるっていう人もいますし、結構熱が出な なくてね、あの重症化してる人ってもうやっぱり高齢者とか基礎疾患のある人にはいるわけなんですね。だから、まあ、こういった例外の話とですね、一般的な話は分けて考える必要があると思います。この動画を見てる人はですね、大分の人はですね、そこまでのですね基礎疾患を持っているという前提の方に話してるわけではないので、そのあたりはですね、あの。 え自分の場合、どっちなのかなっていうのをケースバイケースで考えてほしいわけなんですけども、基本的にはですね、そういったその風に関する薬が、まあないということに関しては、基本的にはですね、すぐすぐ必要なものではないよっていう感覚を持つと、まあ冷静にこうニュースを見れるんじゃないかなというふうに思います。今日の話役に立ったよって方はですね、高評価のボタンをお願いします。チャンネルフォローもよろしくお願いします。